浜田芳枝は、日本のフィギュアスケートコーチ、京都府京都市出身。小学校6年生の時に1972年、札幌オリンピックのフィギュアスケート競技女子、シングルフリー演技を、真駒内屋内競技場で観戦しており、その時の浜田を撮影した写真が1972年2月8日の朝日新聞に掲載されたことがある。京都市立藤森中学校、京都市立日吉が岡高等学校を経て、同志社大学卒業。既婚、娘が一人いる。フィギュアスケート選手として活動し、全日本フィギュアスケート選手権10位が最高成績。同志社大学卒業とともに現役を引退して、コーチへと転身し、京都第5 FSC 及び関西大学アイスアリーナでコーチを務める。教え子には2015年世界選手権銀メダリストの宮原聡子や2004年4大陸選手権優勝の太田幸奈をはじめ、神崎紀之、沢田明、北村明子、金彩香、村本小月、村本成、中、木原真理子、加藤俊著才、本田真凜、白岩優奈、紀平梨花など、関西圏を中心に国内選手を数多く指導してきた。母が広島県出身であり、広島原爆の被爆者であった。したがって、浜田も被爆2世である。2018年の NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会が、広島県立総合体育館で開催された際には、教え子の宮原聡子と、紀平梨花が出場したこともあり、広島で親族の墓参りができたことを感謝していた。ありがとうございます。